提出者から趣旨の説明を求めます。松尾明弘君。松尾君、はい、ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨をご説明申し上げます。案文の朗読により趣旨の説明に変えさせていただきます。政府は本法の施行にあたり次の各項の実施に努めるべきである。1、迅速的確な被害者救済とともに、民主主義の根幹である表現の自由、通信の秘密が確保されるよう特に留意の上、関係機関、団体に協力を求めて、インターネット上の誹謗中傷、人権侵害対策に当たること。2、インターネット上の誹謗中傷、人権侵害に関する情報発信について、過去の権利侵害に関する判例に基づいたガイドラインを作成する等により、運営事業者自身による契約約款や利用規約等に基づく主体的な削除等の取り組みを支援するとともに、迅速、的確な削除等の対応ができる環境整備を行うこと。3、インターネット上の誹謗中傷、人権侵害情報等に関する相談件数が高止まりしており、今後、デジタル化の進展により、多種多様な誹謗中傷、人権侵害情報等の発信が想定されることから、インターネット上で誹謗中傷等を受けた被害者の相談体制を、関係機関、団体と連携の上、充実、強化し、実効性のある被害者支援体制を構築すること。4、インターネット上の誹謗中傷や人権侵害を防止するためには、社会全体の情報モラル、ICT リテラシーの向上が重要であることから、関係機関が連携・協力して、啓発活動、加害者や被害者にならない対策を行うとともに、特に児童・生徒に対する情報モラル、ICT リテラシー教育を充実させること。5、インターネット上の誹謗中傷、人権侵害が海外のウェブサイトやサーバーを経由して行われうることから、発信者情報開示手続きや削除に関連し、諸外国との間で国際協力体制を構築するよう努めること。6、インターネット上の誹謗中傷、人権侵害対策にあたっては、誹謗中傷等に関する相談や削除対応等の件数等について、実態把握を行うとともに、本法施行後において、本法に基づく秘書手続きによる対応件数、開示までの所要日数等を把握し、適切な被害者救済方策となっているかの検証を行い、その結果を踏まえ、必要な見直しを行うこと。7、インターネット技術の革新が早く、誹謗中傷、人権侵害の対応が今後変化することが予想されることから、変化に適切に対応できるよう、発信者情報開示及び削除制度の不断の見直しを行うこと。8、インターネット上の性暴力被害が広がっている状況についても、被害者救済のための運営事業者の役割などを明らかにし、対策を強化すること。以上であります。何卒委員各位のご賛同をお願い申し上げます。以上で趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立、総員。よって本動議のとおり、付帯決議を付することに決しました。この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。武田総務大臣。ただいまご決議のありました事項につきましては、そのご趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。お諮りいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は来る13日火曜日、委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。